こんばんは。こんばんは。どうもリルレです。よろしくお願いします。今日はですね、エギョニョール。エギョニョール。もうエギョでいきますね、これ。ということで今日は何ですか？エギのリペアをやっていこうかなと、はい、思ってるんですけれども、なんか見えてますね、下の方に、うん、こちら3つ用意してるエギがあるんですけれども、はい、みんなのちょっと思い入れのあるエギが調子悪いと、あ、ボロボロになってボロボロだと噛まれたり根に擦れたりでこうですね、はい、こうですね、あ、そっかそっか、折れてたのか、ね、これはもうボロボロになってる、うん、しっかり使ってるからやっぱりどうしてもね、うん、布が破れたりとかね、うん、イカが噛んでてくれればいいんですけどね、ただただ根ずれで破れとったりするしもりにはなるもちのエギはなんかこれ思い出があるみたいでですね、実はこのエギ人生初イカを釣ったエギ、エギがパタパタっていうね、なんか嬉しいわ見てますよデエルさんそういうことなんですよデエルさん思い出があるエギですね、これ幼釣りですね、のアオリキュー 3.55 ノーマル、すごいいいカラー、こうもうちょんちょこになってるのよ、こうほら髪跡もね、しっかりあってですね、これイカなんですよ、実績があるエギで今回リペアしてもろてまた使いたいなと思います。そしてこのエギ実はですね、自分が初めて見たなそれ俺が持ってきたエギっすよないから思うよ俺のじゃないから今からはボロボロになった布をまあ剥ぐんですけど、その前にまあちょっとカンナがあって危ないんで、このカンナを取ってまあボディだけにしていこうかなと思ってますんで、まあヒートガンでまあちょっとこの辺を温めてカンナを抜いていく。これどうやって止まってるんでしたっけ？これエポキシで中にこう芯が入ってるんですよね、カンナのエポキシ樹脂を温めて柔らかくしてあげて、で抜いていくということですね。魚の目と一緒ですね。そうですね、5センチぐらいかな、離した感じで、うん、もうちょっとこのチリチリしだす、チリチリする、私はゆっくりですね、はい、おお、スポット抜けた、芯が入ってるんですよね、ハサミで布をちょっと切っていきますと、はい、破れたとこから、うん、破れたとこからが早いんで、この辺を破ってもらって、まあ手で抜いてもいいですし、お腹のところに接着剤でこう強く入ってるんで、その辺はペンチを使ってもらいながら、まあ、ボディは後で綺麗に使う、あの塗装とかするんで傷つかないように剥いていきますと、進化をちょっと抜いていきたいと思いますけど、ここに進化を止める釘が抜かってるんで、はい、これを取ってきますと、はい、まあ、テコの原理を使ってもらって、よし、ちょっと上がったですね、これをペンチでここで抜けた、抜けましたと、めっちゃ1やったっすね、すごい、シンカーも後で使いたいんで、はい、一応ウエストで挟んでということなんで、はい、そう抜けたかったね、こうしたら、あ、取れましたね、おお、あ、やっぱボンドで止まってたみたいですね、ボンドボンキだからあ、右の方かな、こっちから見て、ここはい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 、ありますね、作る時手作業でしょとかな、ちっちゃい人が次、藍を取っていこうかなと、はい、思います。いいですね、そうですね、ここにマイナスドライバーを入れてもらって、中の芯をもう折るしかないんですけど、あ、そうなんだ、はい、魚の目構造ですね、あーは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 ー、ほんとね、芯がで、反対側の藍とくっついてるっていうね、あ、来た、あ、来た来た来た、あ、来た来た来た、取れた取れた、あ、取れた取れた、進化で、カンナ、目、進化を止めるピン、釘、うん、で、本体とバラしましたよと、はい、いうところですね。で、まあ、塗装してもらうにあたってちょっと凹凸を取っていこうかなと、まあ、ここをドリルで、まあ、ほがしていきますと、フィンのとこ、はい、あ、このそうですね、フィンのとこですね、ね、はい、電動ドリルでもいいんですけど、はい、まあ、ちょっと今回は手で、これちなみに今使ってるのは 2.5 ミリのドリルですね、うん、ああ入ってる入ってる、先生、はい、汗がすごいです、汗がっすね、今日はここまでにしとって、ああなるほどね、塗る前に、うんうんうん、まあ、ここまでちょっとある程度パーツをばらして布を剥いてきたんですけど、うん、今からちょっとパーツクリーナーで糊をですね、糊をですね、了解です、ホームセンターとかにも売ってるような、うんうんうん、パーツクリーナーで
塗りが残ってます、表面わかるかな、ね、はい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 、ここを拭きますね、この辺今から拭きますね通販やん、めっちゃ楽しそうに拭くやん、めっちゃ変態やん、もうこれマジ、見せますよ、ほらお、すげえほらすげえさっきの塗り剥がしが全部終わって全部金ピカピンに、次ちょっともっちに自分で持ってきた演技をちょっとやってみようかなと思います。ほい出ました背中に一本こう切れ目を入れて縦に切れ目を入れました、はい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 、はい、でそこをこう両サイドにこう、綺麗、マジでエビ剥き寄るみたい、うん、こんな感じでしょ、はい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 、でこの足が一緒に抜けてくれれば成功ってことでしょ、うんうん、無理っすね、とりあえず一旦じゃあ、うんうん、足を切らないように布をこう、こんな感じでバリバリといるいのだ、ね、進化を先に取ろうかな、じゃあ、あ、きたきたきた、あ、きたきたきた、気持ちいいね、きたきたきた、あー、来ましたね、おー取れました、いけましたね、でも多分ここボンドで一緒に固まっちゃってるんで、うんうん、この根元のところでグイッとやって切ろうかなと思います。よし、取れました、取れました、3本とも、はい、取れたっすね、あとは目ですね、あっ、取れました、で反対もいいね、よし取れました、一応これで部品が全部取れたんで、この表面残ってる糊をサーツクリーナーで拭いて取っていこうと思います。一応糊が取り終わったので、この下のこの溝にボンドで留めてあるんですよ、細めの工具を使ってきれいにしていきます。で一応ちょっとまだ若干残ってるんですけど、うんうんうん、お見舞いも切れないですよね、はい、全部分解が終わって、シンカーとシンカーを止めるピン、足3つ愛、目ですね、カンナがこいつですね、分解終わりました、はい、はい、今回はですね、布を今ここまで剥きましたと、次の工程に行きたいなと、進んでいこうかなと思います、はい、思います、こんなん綺麗になると思えんか、ぶっちゃけ、うん、ですね、うん、パーツクリーナーやったっけ、パーツクリーナーですか、あれちょっと感動しました、ね、使用は要注意で、ちゃんと換気をして火気厳禁、火気厳禁をお願いします、はい、それは必ずで、はい、今日はね、もっちの工場の方に、ね、はい、お邪魔する仕事してるところに、そうです、普段バイク屋さんやってるんですよね、もっちはね、はい、ということでね、今回はね色塗りの部分を、うん、では、早速じゃあ、こう掛け声をじゃあお願いします、じゃあ、それでは、あ、じゃあ、それでは、んじゃあ、そじゃあ、それじゃあ、色塗るためにまず下地処理ペーパーを当てていきます、もうほんと簡単に、うんうん、もうこれでどん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 落ちていくんで、おーすごい、うん、めちゃめちゃ下に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 、あ、見てて、日光テレフォンショッピング、いきますよ、皆さんね、これでここを、奥さんちょっと近くで、奥さん、これをここでこうするだけでですね、ほら、すごい、奥さん奥さんすごいでしょう、今なら送料込み税込みの1000円です、わ、すごい、でもほんとすごい、バッチリっす、わ、綺麗にバッチリっす、こんな感じですね、抜けました、はい、はい、すごいのよ、撫でるように簡単に落ちていく、普通のやつ、安い、うん、普通の、特殊なやつでもなく、番手で言ったら600番です、600番、もうさーって撫でる程度で、うん、結局あの、塗料の密着を良くしてるだけなんで、あ、あえて傷つけてんだね、そうですね、塗料がくっつきやすいように傷をつけてるだけです、なるほど、なるほど、わ、それも同じなんだ全部、はい、ビエルヨーズリさんはフィルム系が貼ってあるんですね、下地に、オッケー、シーさん、おー、これ封印されたんじゃないの今、いや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 何やっとんねん磨き終わって、ちょっと塗りやすいように竹串、あー、リンゴ飴、リンゴ飴、ほら、ちょ、かんたん、どうだん、リンゴ飴買って、ダメよ、リンゴ飴洗ってないとやって、買ってーリンゴ飴、いや、言われんやったっす、いや、それ言われたことないよ、買わんために言いよったな、あいつら艶消しカラーみたいでかっこいい、うん、これが今、磨き終わった状態です、色を発表します、はい、リルレ作、はい、オレンジブルー、ブルー、グローです。フーミン作、ブルーグリーンで、モッチ作で赤、白、黄色、うん、これだけグローボディなんですよ、なんでこれはグローの部分
をちょっと残して作っていこうかなと思うので、リルレのロゴをちょっと今ステッカーで切ってます。それを貼ってもうリルレのロゴだけグローでこう光る的な、いいね、かっこいいまずこれを横の面に貼っていこうかなと思います。じゃあ貼っていきます。だいたいこの辺にペドッと貼って、かな、おう、ペロペロペロと、ペロペロと、こんな感じで。なるほどね。側面にちょっと大きめにリルレという、反対側も貼りますね。ちょっとだいぶずれたけど、はい、反対側も、はい、左右ですね、はい、こっちとこっちと、はい、ずれたけど、はいはい、こいつはこの文字のとこだけグローに光るっていう、作りでやっていこうと思います。色を準備してきました。さっき説明したようにリルレカラーが青とオレンジ、はい、塗料を準備しましたね。フーミンカラーが青と緑で、モッチカラーが赤と黄色で、一回ネギを真っ白にしますっていうところをまずやっていきます。はい、はい、したら色塗ります。まずこれは白です。はい、本当はマスクをしてください。ガスマスク、ガスマスク、まあ、一応ここ今換気してるんで匂いはしない程度に、こんな感じでさらっと拭いてきて、こんな感じで真っ白にしていきます。キュウ君なんですけど、本当は色自分が全部塗ろうと思ってたんですけど、やりたそうだったんで次の色はエアブラシ、押したらエアーが出て、後ろにレバーを引いたら色が出る。聞いてます？はい、それが気になっちゃってもう入れるんですよね、先生先生、タイプ入れてもらっていいですかこんな感じで押して後ろに指を引く、はい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 、したらエア、色が出る。今赤を入れてるんですけど、うん、こんな感じで失敗例しますね、はい、ギュッと引くこんな感じでやりすぎるとこんなになっちゃいます。なるほど。なのでとろーっと優しく指をこう動いてるか動いてないくらいでこうぼかしてこう、こうするのがコツです。なるほど、できるかな。そう、練習したいですね。はい、練習しましょう遅いなぁ。ほら来てる来てる来てる、ほらほらこういうことでしょ。これ意外とできんけん、マジで失敗しろよ失敗しろよ僕もできますよ、いらないんだこんな感じでこう自然と赤と白と黄色が、続いてオレンジをね、この北の部分、あ、間違えました、頭部分にうわいや、サンダーシートプレゼントしたいと思います詳しい方法ですね、応募方法は、